球場のファンの皆さん、大変お待たせいたしました。もちろん本日のヒーローは高橋投手とマルテ選手です。まず高橋遥人投手にお話を聞きます。3連勝2試合連続完封、完璧な97球でしたね。ありがとうございます。ドラゴンズ打線は二塁すら踏めませんでした。今日のピッチングいかがでしたか？そうですね、まあ、後半は結構良かったん で、まあ、バックの守備にすごい助けられて、はい、すごい投げやすい感じでした。これで高橋さん、9月にチームに合流してから最初のゲームは悔しかったですけれども、その後結局足掛け4試合27イニングス無失点が続いています。なんでこんなにすごいんですか？まあ、でも取られそうなところはたくさんあったんで、まあ、運がいいかなと思います。今日は三振の数は抑えめに見えましたけれども、バッテリーではどんな工夫をしてゲームに入っていったんですか？そうですね、コースを間違えないで、しっかり低めに投げ切るっていうのをテーマに、まあ、いつもそうなんですけど、はい、マウンドで仁王立ちしている姿と、ちょっとこの、なんとも愛らしいお立ち台、それから打席に入る時のポニョ、このギャップがファンはたまりません。お立ち台は緊張しますか？いや、そんなに自然体でいられます。はい、いや本当にナチュラルな高橋投手ですけれども、勝負の10月戦線、まあ、順番通りに行くならば、来週はヤクルト戦が待ってます。次への抱負いかがでしょうか？まあ、ヤクルトに最初やっぱやられてるんで、個人的じゃないか、まあ、普通にリベンジしたいです。はい、ぜひ期待しております。ありがとうございました。さあ、続いてマルテ選手にお話を聞きます。マルテさん、1回昨日の VTR を見るかのようなホームランでした。手応えはどうでしたか？Bueno, la verdad es que muy contento, ¿no? Muy contento porque gracias a Dios en el primer inning pude conectar la pelota bien y no arriba en el juego desde el principio. Muy contento por eso. すごく満足してます。初回から点欲しい場面だったので、しっかりとそこで自分でものにできて、まあ、チームもね、そこからいい状態を保つことができたので、とても満足しています。快晴のよく晴れた甲子園でこれだけ大勢のお客さんが入って、マルテさん、やっぱり甲子園最高じゃないですか？La verdad que hoy fue un día muy bonito, ¿no? El sol muy brillante y era un buen día también para darle un buen show a los fanáticos y mucho mejor con la victoria de hoy. そうですね、そのように思いますし、今日はとてもね、いい日だし、なんといっても皆さんにね、特別ないいショーを見せれたので、そこは本当に自分でも満足しています。守っていても隣の高橋遥人投手は本当に頼もしいですよね。No, la verdad es que todo el crédito hay que dárselo aquí al hombre imbatible. そうですね。Tiene ya unos cuantos innings tirando buenos juegos y eso es algo también que como conjunto estamos muy contentos por eso. そうですね。とてもいいピッチングもしましたし、バッティングもね、すごいいい選手なので、まあ何イニングかね、すごく長いイニングをゼロで抑えていると思うので、まあ自分としても満足しています。さあ、明日3連勝をかけてゲームが待っています。そして、明日への抱負とともに、まあ、そろそろファンの皆さんも体がうずいていると思いますので、今日もあれで締めてもらってよろしいでしょうか？Bueno, quiero que hagamos lo que nos gusta todo, la pan para la cuenta de tres, por favor.そうですね、皆さんも待ちかねにしているみんなが大好きなラパンパラを 1,2,3 でやりたいと思うので、皆さんよろしくお願いします。 1,2,3
バンパラありがとうございました。今日のヒーロー高橋遥人投手そしてマルテ選手でした。まあ本当に完璧な投球をした高橋とそしてマルテ選手の喜びの声でした。それでは引き続き監督インタビューをどうぞ。矢野監督に来ていただきました。昨日に続いての連勝ということはいかがですか。そうですね、まあ、マルちゃんのいいホームランとね、ハルトが、前回に続いてね本当に素晴らしい投球してくれたっていうところは大きいですね、はい、まずあの1回の攻撃から伺いたいんですけれども、近本が出るで積極的に走って中野も盗塁してマルテと、あの辺の流れはどう見てらっしゃいましたでしょう。そうですね、最初のバッターでね、チャンスでマルテがあこで最高の形で、ね、点取ってくれたんでよかったですけど、まあこでちょっと、マルテで取れないとこう次のバッタープレッシャーどんどんかかっていくんで、まあ、そういうところでマルテが最高の形を、ね決めてくれたんでね、ホームランはやっぱ大きいですね。そして高橋遥人投手の投球ですが、今日のピッチングはいかがでしたか。いやもう前回もね本当に素晴らしかったですけど、まあ、今日もこう、しっかりしたコントロールももちろんありながら、強さもそしてバッターに向かっていく気持ちもね、全てあった素晴らしい投球で本当に安心して見てられましたね。それこそ前回はバッタバッタと三振を取るピッチング、今日は100球に満たない投球数で完封、ちょっとこうタイプの違う完封勝利なのかなとも思うんですけれども、まあ、そうですね、やっぱりどうしても相手側からするとね簡単に追い込まれて打てるピッチャーじゃないっていうね判断をしてくる状態でもあると思うんでね、まあ、そういうところでどんどん早打ちになってまあ、しっかりそういうところでも打たせられたっていうね、素晴らしい投球でした。明日以降に向けても高橋投手がこの内容で完封してくれたというのはチームにとって大きいですよね。そうですね、まあ、中継ぎもね、どんどん行ってもらってはいるんでね、そういうところでは一人で春とか素晴らしいピッチングしてくれたっていうのはチーム全体にとっても大きいですね。あと、まあ、試合前の登録でサンズ選手とロハス選手の入れ替わりがありまして、まあ、このあたりの狙いであったり監督の思いはどうなんでしょうか。まあ、ジェリーも前半戦すごく頑張ってくれてねチームのためにやってくれましたし、まあ、チーム内のこう信頼というか、本当に高い選手なんですけど、まあ、状態もねちょっと上がってこなかったんで、まあ、そういうところではまたもう一回、最後に帰ってくれるようなね、戻ってきてくれるような調整をしてもらって、まあ、その間またロハスが頑張るかどうかっていうのがまた、ね、そこは外国人選手の争いになると思うんで、まあ、そういうところで判断します。明日の戦いへ向けていかがでしょうか。そうですね、今日もね結果的に勝ってナイスゲームと言いたいところなんですけどね、やっぱり3点であの後点取れてないっていうところは、まあ、やっぱり欲張ってもっともっと上を目指していかないとダメだなと思いますし、まあ、でも明日もう1試合相手その後関東遠征になるんでね、全員で明日また取りに行きます。ありがとうございました。矢野監督でした。放送席どうぞ。